皆さんこんにちは、トミックです。俺過去2回動画で船釣り行ってるんですよ。その2回とも東京湾で船釣りをしてたんですよね。まあ、多分過去2回の動画見てる人はわかると思うんだけども、なかなか釣れない。いや俺がね、下手くそなだけかもしれないけども、とにかくでも他の人に聞いても東京湾っていうのはなかなか釣れないということで、今回東京湾じゃなくて静岡の方の海でちょっと船釣りをしようということで行ってきたんですけども、なかなかね面白い映像が撮れたんで、皆さんに見せていきたいと思います。あ、違ったね。これからその釣りの様子を見せていく、トントン見せていく、トントン。今回はヒラメを釣りに沼津の静浦港まで来ました。今回こちらがお世話になる釣り船の宝生丸さんです。今回使うクーラーボックスね、ウームからもらったクーラーボックス、まだ未使用です。じゃん、これ水分補給。乗ります？乗っちゃいますか。乗りましょう。乗りましょう。カメラ落としたら死ぬ。うわ、深っ。結構深いな。これ生きたイワシね。すげえ、初めて使うわ、イワシ。市場で売ってないんだよね、生きたイワシ。これ竿ね、網、イワシ。生きた餌を使うとね、なんか踊り食いみたいなのできないかな。イワシの踊り食い、イワシの踊り食い、イワシの踊り食いやりたいな。日が出てきた。うわ、塩がすごいな。釣りをするときは生けすにあるイワシを2匹ほど取り出して、自分の足元の白いバケツに入れて、そこから使うという感じです。はい、いや、距離が足りない。投入しよし、 OK。 早っ。こっち側に頭を刺して、こっち側に尻尾を刺して餌をつけると。イワシが取れねえ。よかったって、よかったって。よいしょ、オッケー。さあ起こせ。おい、ひらめ。おー、すげえ。早っ。誰が取った。早っ。いや、今多分俺の GoPro で撮れてる。マジっす。ポイントとしては、重りをそこまでを1回落として、1メートルぐらい引き上げて30秒経ってもう1回重りを落とす、それの繰り返しで、ヒラメが食いつくって言われたので、とりあえずそれの繰り返しをやっています。当たると分かります、すぐに分かる。ボンボンさん、サメが釣れた。どこ、え、誰、すごい、誰が釣った。お兄さん、ハンマーヘッドシャーク。あ、あとでもらえないかな。え、欲しい。シモクザメっすよね。なんか生かしてほしい。生かしてほしい。入れ物、俺のクーラーボックスがあっちに。シモクザメが欲しい。うわ、ハンマーヘッドシャークだ。すげえ。うわー、すごい。いや、入んねー。入んねえわ。うわ、めっちゃアンモニア臭い。はい、やめてください。俺思うんだけど、このサメを締めて氷漬けにした方がいい、お酒な気がする。氷と刃物あるんだったら締めていいですか。ああ、いいよ。でももう死んだな、あれだな。多分まだ死んでないんですよ、微妙に。はい、噛まれんだよ、噛まれんだよ。あ、大丈夫です。ボックスの中に入れても絶対に生きれないので、それだったらもう早く締めて氷漬けにした方が鮮度も保てるし、サメも持って帰れるので、ここで締める判断をして、今締めてます。ちなみにあれはないですよ、あの締め用の針金みたいなやつ。これは海水を入れて血抜きをしています。サメだったら俺にちょうだい、俺がまとめて持って帰りたい。うわー、すげー、おめでとうございます。俺はこのサメ持って帰れたら満足なんだけど、割と釣れなくてもいいかなって思ってる。どんなか氷入れるよ。はい、下小サメはどう思うだよ。はい、どうぞ。かなりどう思うっすよね。どう思うなサメだよ。やろうか、じゃあ。で、先である。
メに浮かれて全然釣れてねえサメに浮かれて全然釣れてない、やばいサメでどんな動画撮ろうかしか考えてねえわ。来ました来ました来ました、カメ来るぞ、これ来るか、なんかすごい、ほらほら俺の仕掛けで来たじゃん、来ましたね、やばいやばいこれゆっくり巻いていいですか、これはどこ、俺にもヒラメが来たか、うわこれ大物っぽい、勝負だ勝負だ、フェンチで。これはなんか綺麗なわけだな。フェンチだよ。俺の時間。多分糸切った方が早いんじゃない？いやでも糸切ったらまた釣れるまで時間がかかるよ。これ多分取れるんだよね。慣れてる人だったらいけるんだよ。やっと一匹釣れたー。やべ。でか。シモクザメ来た？でかっ、でかっこれ、やばっ、ちょ、はっ、うわー、シモクザメだ、うわー、シモクザメだ、うわー、うわー、すげー、シモクザメ、おめでとうございます、うわー、シモクザメだ、嬉しい、シモクザメ、死にましょう、よし、めっちゃお腹パンパン、やばやべ、ヒラメ絶対入んない、ヒラメ絶対入んない、サメでかっ、以上、船釣りの様子でした。持ち帰ったシュモクザメ2匹と大きなカレーはまた後日動画を出したいと思います。ということで、このビデオいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。明日のビデオのモチベーションのためにも評価とチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。何キロだろう、4キロかな、5キロかな。最悪、イワシが取れた。これね、イワシって本当に手さづけが難しいんだよね。ね。イワシが取れた。イワシに逃げられた。どっちのイワシだろう。え、ここに入れたんすか。え、閉めました。え、閉めました。ヒラメ。いや、わかんないです。え。